初代巡弾尺、サーバナスタータールトンは、イギリス軍の陸軍大将、政治家、バスクニー。タールトンはおそらく、アメリカ独立戦争中の従軍で最もよく記憶されている。ワックス法の戦いで降伏した、大陸軍兵士に発砲したと主張する、大陸軍側の宣伝攻撃の中心に据えられた。ロバート・ディーバスが1952年に出版した、緑のドラゴン。 バナスター・タールトンとメアリー・ロビンソンの生涯という出版物で血塗られたバンというあだ名が付けられ、当時の彼のあだ名として今日の大衆文化で使われてきた。タールトーンはロイヤリストやイギリス兵には景気兵の結出した指導者としてもてはやされ、優勢な敵に遭遇した時でもその戦術能力と決断力を称賛された。その緑の制服は1778年に 占領していたニューヨークで結成した植民地部隊ブリティッシュリージョンの標準だった。タールトンの騎兵隊はタールトンの襲撃者と呼ばれることが多かった。戦後、タールトンはリバプールからイギリス議会議員に選出され著名な保育党政治家になった。バナスタータータールトンは1754年リバプールで商人、選手、 奴隷貿易業者であり1764年にはリバプール市長をしていたジョン・タールトンの7人の子供の4番目として生まれた。父はイギリス領アメリカ植民地との貿易で幅広いつながりを持っていた。タールトーンはロンドンのミドルテンプルで教育を受け、1771年にオックスフォード大学のカレッジに進み、弁護士として働く準備をしていた。 1773年に、父の死によって5000ポンドの遺産を相続したが、1年も経たないうちに、ロンドンのココアズリークラブでの掛け事と女性でほとんど、すべて吸ってしまった。1775年、第一個のエリュー騎兵隊の騎兵士官職を金で買い、才能ある騎手と軍隊指揮官であることを証明してみせた。その結出した能力だけで、 それ以上の階級を購入する必要もなく、中佐にまで昇進していった。1775年12月、タールトンはアイルランドの航空から志願兵として北アメリカに渡った。アメリカ独立戦争を始める反乱が起こったばかりの時だった。チャールズ・コーン・ウォリスと共に南部の都市チャールストンを奪う遠征隊の一部として船で向かった。この作戦が失敗した後、 ニューヨーク市のウィリアム・ハウ将軍が指揮するイギリス軍本隊に加わった。1776年に収めた功績によって、騎兵隊の参謀長の地位を得た。指揮官、ウィリアム・ハー・コート大佐の下で、タールトンはニュージャージーの大陸軍、チャールズ・リー将軍の動きを探る偵察隊の一部を担った。12月13日の金曜日、タールトンはバス・キング、リッチの一軒の家を取り囲み、 家を燃やしてしまうと脅かして、まだガウン姿のリー将軍を降伏させた。リーは捕虜としてニューヨークに連れて行かれ、後に捕虜交換で釈放された。チャールストン占領、タールトンは、騎兵と警府票の混合部隊である、ブリティッシュリージョンの指揮官となった後、1780年の初めにサウスカロライナに転身し、チャールストン占領を頂点とする。 作戦行動で指揮官ヘンリー・クリントン将軍に大きな貢献を果たした。この作戦はイギリスに対する支援があると信じる南部植民地に注力してその主権を回復しようというイギリス軍の南部戦略の一部だった。ワックス法の戦い1780年5月29日、タールトンは150機の騎馬隊を引き連れ、 エイブラハム・ビュフォード率いるバージニア地域大陸軍の350名なし380名の文献隊に追いついた。ビュフォードは降伏を拒み、降軍を続けようとした。しかし多くの犠牲者を出したビュフォードは降伏を告げた。その直後に起こったことは今でも議論の種になっている。アメリカ側の証言では、タールトンが白旗を無視して、捕虜を 自費もなく虐殺したことになっている。結局113名の大陸軍病が殺され、203名が捕虜になった。捕虜のうちの150名は重傷を負っており、その場に残さざるを得なかった。タールトン部隊の損失は5名が、戦死12名が負傷だった。イギリス軍はこの事件をワックスホークリークの戦いと呼び、一方アメリカ側はビューフォード虐殺あるいは、 ワックス法の虐殺と呼んだ。ロバート・ブラウン・フィールドという大陸軍従軍員による、この現場でのタールトンの行動に関する叙述では、ビューフォード大佐が幸福の白旗を掲げ、文明社会の戦争で認められた、通常の待遇を期待していた。ビューフォードが命乞いをしている時に、タールトンの馬が、マスケット銃弾を浴びて倒れた。このことでロイヤリストの騎兵たちは、 判断軍が命乞いしている間に自分たちの指揮官を撃ったという印象を抱いた。怒ったロイヤリストはバージニア兵に襲いかかった。ブラウンフィールドによればロイヤリストが攻撃し最も残酷な野蛮人の最も見境のない残虐行為でもそれまでなかったような無差別の大虐殺を実行した。タールトンの兵士は傷ついて横たわる大陸軍病を突き殺した。 タールトン自身の証言では、事実上虐殺を認め、彼の起乗する馬が最初の突撃時に銃弾を浴び、彼が死んだものと信じ込んだ部下達が簡単には止められないような報復の執念に陥った。ワックス法の虐殺は、大陸の革命家たちの間で重大な反感の声となった。それまで、多かれ少なかれ、中立的な立場にいた者たちまで、この虐殺を知った後は、 革命の熱心な支持者となった。戦争の残りの期間、タールトンの慈悲あるいは、無慈悲という言葉は、イギリス軍やロイヤリストの兵士に慈悲を与えないことを意味し、大陸の愛国者たちのスローガンになった。特に1780年10月7日のキングスマウンテンの戦いでは、大陸軍によるロイヤリストの虐殺につながった。 この戦闘に参加した両軍の兵士は一人のイギリス軍士官を除いて、すべてが植民知人だった。その後の南部戦線タールトンの行動を記す歴史動評バージニア州アダムズグローブサウスカロライナにおけるタールトンの宿敵は大陸民兵隊の指揮官でゲリラ戦術を早くから実行したフランシス・マリオンだった。 タールトンは一度もマリオンを捕まえたり無力化することができなかった。マリオンはサウスカロライナ住民の間で大きな人気を持ち続け、彼らの支援でゲリラ作戦を続けた。対照的にタールトンは地元住民に対する多くの残虐行為で市民から見放されていった。例えば、死んだ愛国者士官の農園でタールトンは死体を掘り出させ、一方で未亡人には 食事を供するよう要求した。マリオンの部下の一人がこの事件について後に書き記した。1780年11月、ネルソンズフェリーへの遠征で、タールトンはリチャードソン将軍の農園で家屋とその屋外のトウモロコシと飼料、さらに牛、豚、花金の大部分を焼いた。将軍は大陸軍で活躍していたが、その時は死んでいた。 イギリス軍の指揮官は、リチャードソン将軍の未亡人や子供に向かい、この文明の時代に、東方のバーバリ海岸の作法に従って、その夫や両親の偉業を貶めさせた。この残虐な行為に付け加えて、タールトンはその家でまず食事をし、それができる余裕があることで上機嫌に振る舞った。しかし我々は受けた接待に、彼が報いた方法を目にしたことはそれまでなかった。 タールトンとその部隊は、イギリス軍のどの部隊よりも残酷な行動をとったばかりでなく、略奪行為を欲しいままにしたのが、一般に観察されたことである。このタールトンに関する記述は、トーマス・ジェファーソンが後に記した、モンティー・ェロでのタールトンの行動によって表されたその、性格とは対象をなしている。私は彼から害を受けなかった。それどころか、私には、 非常に紳士的に振る舞った。彼はマクロード大尉に何者も傷つけないよう厳格な命令を出した。タールトンは1780年8月のキャムデンの戦いでコーンボリスが勝利するのを大いに支援した。彼はフィッシングクリークあるいはカトーバ・ホーズで大陸軍のトーマス・サムター将軍と戦い干渉したが11月にブラックストックヒルで再度まみえた時は それほどの成功を収められなかった。続く1781年1月、個人的な勇猛さにもかかわらず、タールトン軍はカウペンスの戦いで、大陸軍のダニエル・モーガン巡将率いる部隊に事実上打ち破られた。タールトーンは約250名の部下と共に過労じて逃げをせることができた。タランツハウスでの小競り合いでは勝利し、 1781年3月のギルフォード軍庁舎の戦いに参加した後、タールトンはコーンボォリスと共にバージニアに移動した。バージニアでのタールトンは小さな遠征を繰り返した。この遠征の中でも当時のバージニア知事トーマス・ジェファーソンと議会議員を捕獲するために行ったシャーロッツビルの襲撃が特筆される。 襲撃を知ったジャック・ジューイットが夜通し40マイルをかけてジェファーソンと議員たちに通報し、襲撃の一部は失敗した。議員7人の他はべて逃げられたが、タールトンは武器や弾薬を破壊し、議会を蹴散らすという目的は果たした。他にも1781年7月にフランシスコの戦いがあった。これは、ピーター・フランシスコとタールトンの竜気兵9期との 小ゼリアイであり、竜騎兵の一名が、戦死八名が負傷し、馬八頭が捕獲された。他にも、任務をこなした後、コーン・ボリスが、タールトンにグロースターポイントを確保するよう指示を出した。しかし、この場所は1781年10月に、ヨークタウンと共に、大陸軍に降伏した。タールトンは釈放されて、イギリスに戻った。ヨークタウンの降伏後、 イギリス軍の指揮を取っていた士官全員が大陸軍の士官から食事に招待された。ただし一人を除いて、その一人とはバナスター・タールトンであった。1784年、タールトンは英国議会にリバプールの代表として立候補したが、接戦後に落選した。1790年、リチャード・ペナンの後を受けてリバプール選出庶民院議員に当選し、 その後は1年間の空白を除いて1812年まで議員を務めた。タールトーンはチャールズ・ジェームズ・フォックスの支持者だった。ただし、フォックスはアメリカ独立戦争におけるイギリスの態度に反対していた。タールトーンは軍事問題や他の議案に関わったが、特に奴隷貿易について議論を戦わせた。リバプール港が特に関係が深かったからである。 タールトーンは、彼の兄弟であるクレートンやトーマスが、奴隷貿易に関わっていたので、その存続を支持し、廃止論者に対するやじや、霊障行為でよく知られるようになった。彼は、通常野党側に立っていたが、1807年から1808年にかけて、フォックス・ロース連立内閣が成立すると、名目上の主犯ポートランド校、ウィリアム・ヘンリー・カベンディッシュ・ベンティンクの内閣を支持した。 タールトンはその報酬でバーウィックとホーリー島の知事に任命された。1794年、タールトンは少々に昇進し、1801年には中将、1812年には大将に任じられた。半島戦争ではイギリス軍総司令官に指名されることを期待したが、その役目はアーサー・ウェルズリーに渡された。彼はアイルランドやイングランドの各地で、 軍事機関となった。1815年、タールトンは順弾尺に除せられ、1820年にはバスクーン位を授与された。タールトンは1798年以降第四代アンカスター、公爵の被着室の娘と結婚していたが、子供はなく、1833年にシュロップシャー州のリントワーディンで死んだ。ある期間、女優のメアリー・ロビンソンと同棲していた。 この15年間にも子供は得られなかった。ロビンソンは1783年に流産していた。タールトンの肖像画はジョシュア・レノルズとトマス・ゲインズ・バラによって描かれている。バナスター教は北アメリカ南部での1780年から1781年に至る作戦という書物を表した。この中でカロライナにおける彼の行動を肯定的に描き、 コーンウォリスの決断に疑問を呈している。これは、ロデリック・マッケンジー大佐の著書、タールトン中佐の批評と、コーンウォリスの手紙で批判されている。タールトンは1833年1月、シュロップシャーのレントワーディンで死んだ。2005年11月、タールトンが1779年と1780年に、アメリカ大陸軍から捕獲した軍機が4つ。 イギリス国内に保存されており、2006年にニューヨークのサザビーズで競売に付されるとの報道があった。このうち2つは1779年に捕獲された第二大陸系隆起兵隊の部隊機であり、他の2つは明らかにワックス法の虐殺で捕獲された死弾機である。これらの軍機はアメリカ独立記念日の競売で落札された。 ジョン・ペンドルトン・ケネディによる1835年の小説、ホース州、ロビンソンの中で、アメリカ独立戦争の南部戦線を背景にした歴史物語を書いており、タールトンが現れて、架空の登場人物と付き合う。タールトンは力強く、幾分は強引な戦闘隙の性格で描かれており、騎兵隊の任務と名誉を重んじている。タールトンは、バーナード・コーンウルの小説、 イーグルを奪えでは、主要人物のサウスエセックス連隊の大佐ヘンリー・シマーソンが、タールトンのいとこと言われ、軍隊指揮官としては無能であるにもかかわらず、タールトンの政治的コネを利用してその地位に対する指示を得ようとしている。1985年の映画スウィート・リバティでは、タールトンの役を俳優マイケル・ケインが演じ、情熱的で熱血的英雄として、 歴史学教授のマイケル・バージェスを当惑させる。アメリカ独立戦争を描いた2000年の映画、パトリオットの中で、ジェイソン・アイザックス演じる、ウィリアム・ダビントン大佐は、捕虜や、無この市民を虐殺した残酷で、可逆的な指揮官として、タールトンを元に作られている。劇中、ダビントン大佐は村人を教会に閉じ込めて火を放ったとされており、 悪名高い第二次世界大戦のナチ戦犯に匹敵する残虐行為としている。この論議を呼びそうな演出に対し、リバプールの市長エドウィン・クラインが、リバプールの英雄に対する誤解と誹謗だとして、映画制作者に謝罪を要求した。なお、ダビントン大佐は、史実のタールトンとは異なり、クライマックスの乱戦の中で、メル・ギブソン演じる。 主人公マーティンとの一騎打ちに敗れて死んでいる。バナスター・タールトンは2006年の映画、アメージング・グレースでも、キアラン・ハインズが演じ、イギリス議会で、奴隷貿易廃止論者、ウィリアム・ウィルバー・フォースに反対する人物として描かれた。ありがとうございます。